これは私たちの物語。曽田さん。ん？はい。何？どうぞ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア曽田さん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。ありがとう。見てください、見てください。うわー、33歳おめでとうございます。おめでとうございます。見えない、見えない。失礼します。こんにちは。こんにちは。今回、曽田様の精子ドナーとのマッチングをお手伝いさせていただきます。町田です。ありがとうございます。早速ですが、曽田様には弊社ホームページにて前もってカウンセリングシートにご記入いただいておりましたので、弊社の方で精子ドナーを探させていただきました。気になりますよね。あ、すみません。いえ、曽田様の条件に近しい方をお探しいたしまして、特別に対面にて川上様をご紹介させていただければと思っております。どうも、川上俊樹です。聞きたいことがあれば何でも聞いてください。はい。失礼します。川上様はいかがでしたか？声が少し高いかなと。こんな理由で断ってもいいものなんでしょうか？もちろんでございます。人生を左右する大切な選択、曽田様のお気が済むまでお探しいただくのが良いかと思います。今後の流れとしましては、曽田様のご希望に当てはまる方がいらっしゃいましたら。いや、本気なんだって。33年間生きてきて自分で何でもできるようになってさ、パートナーなんているだけめんどくさい気がしてきちゃって。なんでそっから精子バンクまで話が飛躍すんの？私一人っ子だし、親がいなくなったら家族がいなくなっちゃうことに気づいたんだよね。普通はその思考になって旦那探すんだよ。めんどくそ。考えても見てよ。何？例えば結婚できたとする。でもお金持ってる男なんて結婚生活の長さと比例して浮気するよ。若い女囲い出すよ。お金持ってる男前提なんだ。お金持ってない男となんてなおさら結婚しないわ。それは同感。旦那が還暦超えて若い女に走って、気づけば熟年離婚なんてことがありえるわけでしょ。そんな爆弾抱えてまで結婚する意味がわからない。なんでだろうな。なんか納得でしょ。納得。お疲れ様。失礼します。はじめまして、佐藤隆と申します。私外資系でコンサルタントしてます。どうも。海外生活が長かったもので。 ST 様、32歳、172センチ、71キロ。なんかスポーツとかってされますか？
にですけど。私性病検査二重丸。体操やってた人っていうのは精子品質は A。 そうなんです、ね、そうなんです。田中和夫です。弁護士をやってます。 TK 様、こちらが僕の経歴になります。34歳。どうも。海洋高校卒業後アメリカに渡り、164センチ、68キロ。弁護士になるのが性病検査二重丸。まあ子供の頃から正義感強くて困って、精子品質はもちろん A。 こういった仕事に就きたいと思い。みんな悪い人じゃないんだけどな。精子品質 A ランクだったんでしょ。そうなんだけど、いざ子供の遺伝子に組み込まれるんだって思うと、普段気にならないようなことが気になっちゃって。え、例えば？薄毛とか。まあねえ、レイナの希望条件見せてよ。お、うん。30歳以上、175センチ以上、精子品質 A のみ。うん。ちょっと貸して。ちょっと何これ。精子品質 C からで。年齢23歳以上。若けりゃハゲてない。会った時にハゲてなかったら、それはハゲの遺伝子持ってないのと同じ。意味わかんないんだけど。いいじゃん。あ、もう来た。早っ。え、ちょっと。 EM 様、24歳、175センチ、63キロ。性病検査二重丸。精子品質 B。精子品質 B か。あ、すいません、遅れました。遠藤と言います。あ、いえ。じゃあお水で。あの差し支えなければでいいんですけど、どうして精子ドナーになろうと思ったんですか。まだ24歳ですよね。すいません、お金です。お金。俺小説家になりたくてバイトしてて、でもそれだけじゃ生活できなくて、そんな時にバイト仲間からこういう稼ぎ方があるって教えてもらって。ありがとうございます。ねえ、もしかして人と話すの苦手？え、すいません。どうして面談 OK にしたの？面談拒否でドナー登録もできたんじゃないの？いや、そのだって大事なことじゃないですか。え？あ、俺お母さんになりたいとか思ったことないし、気持ちが分かるってわけじゃないですけど、きっと精子バンクに来る人って生半可な覚悟じゃないじゃないですか。俺だったら自分の子供が持つことになる遺伝子がどんな人から来たのか知りたいと思うなって。だから
面談したいと思ってる人には会わなきゃいけないと思って来ました。ありがとう。え？あ、いや、そんな。ねえ、どんな小説書いてるの？え？ああ、今書いてるのはミステリーなんですけど。ミステリー？東京レールウェイは TVer で無料見逃し配信中、そして FOD でも配信中です。